も。もうダメ、働け、なのぜ、お代官様。お許しください。アヒュー、霊夢。起きるのぜ、は。夢か、一体どんな夢を見てたのぜ。石見銀山で銀を掘る夢よ。一攫千金を夢見て江戸時代の島根まで行ったものの、大変な思いをしていたわ。手足がないのに鉱山で働こうというのがそもそも間違いなのぜ。そうね。でも石見銀山に憧れがあるのは本当よ。なんてったって日本で初めて産業遺産として世界文化遺産になったんだもの。その通り、石見銀山は2007年に日本で登録された世界文化遺産だけど、京都や奈良などに比べたら知名度は低いのぜ。でも、私は去年旅行で行った時に現地の人の温かさに触れて今で派大好きなスポットになったのぜ。今回は、少しマイナーだけど、最盛期に世界の銀の約3分の1を産出したとも推定される日本の銀のうち、その多くを占める量を生み出した。石見銀山遺跡とその文化的景観について紹介するわよ。まずはこの世界遺産の構成要素から。この世界遺産は、大体3つの構成要素として分かれている。銀鉱山跡と鉱山町、銀山柵内、大森銀山重要伝統的建造物群保存地区、大観寺跡、石見銀山資料館。重要文化財熊谷家住宅、羅漢寺五百羅漢、宮の前地区、矢滝城跡、矢筈城跡、石見城跡。街道、石見銀山街道、友ヶ浦道、湯の津沖白道。港と港町、友ヶ浦、沖泊、湯の津重要伝統的建造物群保存地区。銀山としてだけでなく、その周辺の町並みや、銀を運ぶためのルート、港町まで合わせて世界遺産なのね。一般に銀山開発においては銀の精錬のため大量の新炭用木材が必要とされたけど、石見銀山では適切な森林の管理がなされたことにより環境への負荷の少ない開発がなされ、こういう妙にエコなところも世界的には受けたのかしら。そうなのぜ、に人間的価値の交流と、三文化、文明の少佐と、五伝統的集落、土地利用の一環が、登録されている。三と五は前回紹介した保留時にも採用されていないものなのぜ。出た、登録基準、これを知っていたら世界遺産通、として覚えようとしているんだけど、一つ一つが長すぎるのよ。とてもじゃないけど、覚えきれないわ。ふふ。そう思ってこの表を用意したのぜ。何よこれ、こんなのあるなら前回から出しておきなさいよ。ウプ主はこれを作るために3日2晩かけたのぜ。これを見ると、この伝統的集落っていうのは、白川郷とこの石見銀山だけしか採用されていないのね。そうなのぜ。日本という国は、寺、神社、城などの単体では残っていても、住居の集落として残っている例は少ないのぜ。石見銀山は江戸時代の銀山としてだけでなく、その町並みの保存状態が良いことも合わさって評価されているのぜ。そういえば、世界遺産の県名も石見銀山とその文化的景観っていうタイトルだものね。この文化的景観というのは、文化的景観とは、人間と自然との相互作用によって生み出された景観のことなのぜ。世界遺産では90年代からこの文化的景観というものをして世界遺産に登録する傾向が増えてきたのぜ。自然と人為が関係し合っている様子を表しているもの、ということね。自然と人の共存が象徴されるなんてすごいね。そうなのぜ。ただ、この基準がブームになり始めたことで、従来、世界遺産の分け方として存在していた、複合遺産の登録される例は少なくなっていったのぜ。複合遺産、複合遺産とは、文化遺産でもあり、自然遺産でもあるというスペシャルな世界遺産なのぜ。ただ、文化的景観という、自然の中にある文化的価値、というものが文化遺産にジャンル分けされるようになったことで、複合遺産の登録される例はとても激減したのぜ。80年代以前から世界遺産に申請しまくってた国はいいわよね。日本は世界遺産条約の締約が1992年で遅すぎたのよ。紀伊山地の霊場と山系道、なんかも、三つの霊場とそれをつなぐ道、70年代とかならそれぞれ単体で登録できたとも世界遺産マニアの中では言われているわ。数が増えすぎて年々、登録の基準が厳しくなっているというのは確かにあるのぜ。話を元に戻すけど、この文化的景観という概念が、二人間的価値の交流三文化、文明語伝統的集落、土地利用の一環のいずれかの採用されているわずなのぜ。考えてみれば、江戸時代の街並みが残っているというのは日本では稀よね。日本は木の文化だから、建て壊して新しいものを作っていくのが基本だものね。その伝統集落というものも単体では登録では難しかったと思うけど、世界に影響を与えるほどの銀の産出量を誇った産業遺産としての鉱山遺跡、その両方の保存状態が良かったというのが石見銀山遺跡の特徴なのぜ。世界的に見た価値というのは日本国内から見るとそうでもないと思われがちだけどね。そうなのぜ。世界遺産の登録してふさわしいかどうかは、顕著で普遍的な価値があるかどうかというのが重要なのぜ。石見銀山はネットで調べるとがっかり名所、なんて記事もあったりするけど、こういう世界的な視点や歴史の背景からすると、とても貴重な遺構というのがわかるのぜ。この街並みや鉱山は観光でも行けるのかしら？行けるのぜ。まず鉱道の観光については、一部のマブが世界遺産センターで予約して現地の方が案内してくれるのぜ。ウプ主も去年旅行で行ったけど、実際にマブの中に入ったのよね。そう、とっても親切
なガイドの方で、楽しかったのぜ。鉱山の中も、長靴やヘルメットを借りて入ったのぜ。あと、旅行から家に帰ってしばらくしたら、住所を書いて残していったので、世界遺産センターからお手紙もいただいたのぜ。町全体で石見銀山を広めていこうというお気持ちや、心温まるエピソードにとても感動したのぜ。持続可能な観光の取り組みを行っているのね。町並みから一部の鉱山跡まではレンタサイクルもあるから便利よ。金を船に積み込み搬出した友ヶ浦、沖泊り、などの港町も実際に行けるのぜ。でも、沖泊りに実際に車で行ってみたら、現地の人が釣りに来たと勘違いして注意されたのぜ。あの場所の雰囲気は怖かったわ。夕方で暗かったのもあるけど、ほとんど人気がなかったのよね。リアス式海岸で珍しい景観は良かったけど、地元の人が生活しているので迷惑にならないようにしないとね。近くの湯の津町は温泉街で人通りもあって一泊するのもおすすめなのぜ。あと、大森では重要文化財である熊谷家住宅があったり、代官屋敷も見学できるのぜ。大森代官所があった当時の建物は門番詰所や仮牢などに使用されていた門長屋、1815年再建が現存し、公開されているのぜ。お代官様。夢で折檻されそうになったのを思い出したわ。世界遺産ではないけれど、霊夢のように銀を盗み出そうとして処刑された罪人の遺体が放り込まれた千人壺という史跡もあるのぜ。別に盗もうとはしてないわよ失礼ね。でもそんな恐ろしいスポットがあったの。石見銀山処刑場として伝承が残っている場所もあるのぜ。ただ、両方とも、世界遺産登録と同時に、負の遺産、とされ、観光としては表に出さないようにしているみたいなのぜ。世界遺産としての光の部分を押し出していきたいという気持ちもわかるわ。恐ろしいスポットの側面で怖くて来てもらえないという可能性もあるものね。ただ、一応千人壺は県指定の史跡でもあるのぜ。別の動画投稿者さんの動画だと、昔あった道案内もほぼなくなっていて、地元の人以外わからないようになっているみたいなのぜ。これは難しい問題ね。負の遺産を風化させていくべきなのか、それとも、慰霊のためにも残していくのか、広島の原爆ドームも負の遺産だと、後世に原爆の恐ろしさを伝えていくために保存し、そして最終的には国指定の史跡から世界遺産にまでなったし、視聴者の皆様にも考えてみてほしいわ。とまあこんな感じで、今回は世界遺産、石見銀山遺跡とその文化的景観について紹介したのぜ。石見銀山そのものにはほとんど触れてないけどね、当時の高夫は30歳で長寿と言えるほど短命であったこととかも紹介してほしかったわ。なんだかんだで鉱山で働くって大変なことよね。世界遺産になったとはいえ、複雑な思いで亡くなった方もいたと思うわ。過酷な労働環境で銀を採掘し、世界の3分の1の生産量まで高めた歴史や、銀山遺跡そのものの価値や歴史についてもぜひ調べてほしいのぜ。日本史で出てくる神谷寿帝という博多商人による開発、大内義隆による銀山奪還などもワクワクするエピソードなのぜ。石見銀山処刑場の近くには遊郭もあったということよ。世界の銀の約3分の1を産出したとも推定されるだけあって働いている人は裕福であったのかしら。もっとお金が欲しくなって銀を盗み出すのはダメよ。その場で斬死されてしまうのよ。その銀だが廃棄法という方法を用いるんだ。廃棄法、銀を鉱石などから一旦鉛に溶け込ませ、さらにそこから金や銀を抽出する方法なのぜ。銀の鉱石を融解した鉛に投じると、もともと金属状態であったり、加熱によって還元されて金属になった銀は容易に鉛に溶け込んで合金を生じる。銀が溶け込んだ鉛に空気を通しながら約800から850度に加熱すると、鉛は空気中の酸素と反応して酸化鉛になり、銀が有状になって残る。この方法によって一気に銀の生産量が増加したと言われている。生産量が増加したのはわかるけど、銀の鉱脈はどうやって見つけたの？山師、という資格を持った人がいたんだ。山師、山を歩き回って鉱脈を見つけたり、立ち木の売買をしたりする職業の人のことだ。詐欺師、イカサマ師という意味もあるが、今回はこの意味ではない。その山師が何を見て鉱脈があるのか判断をしてたのよ。山師は、山から流れてくる石ころを拾って銀鉱石がないかどうかを調べていたんだ。銀鉱石があった場合、その石が摩耗して丸っこいか、まだゴツゴツ尖っているかを見て、鉱脈への距離を判断していたんだ。でも、それだけじゃ正確な距離はわからないじゃないの。そうなのぜ。だから、植物の様子も観察をしていたんだ。植物、銀鉱脈が近いと植物に変化があるの？銀は、植物にとっては毒に相当するんだ。だから、樹木の育ちが悪い、葉っぱの色がおかしいなどの植物の異常について観察をしていたんだ。そして、シダ類のヘビのネゴザが生えていると期待が高まる。ヘビのネゴザがあるとどうして期待が高まるの？ヘビのネゴザは、重金属を好んで吸収する植物なんだ。石見銀山では有限寺マブ入り口付近でヘビのネゴザが見られ、銀がたくさん取れたと言われている。でも、冬になるとほとんどの植物は枯れるよね。その時は何を探して銀鉱脈を見つけていたの？シダ類のほとんどの種類は、冬になっても枯れないんだ。だけど、ヘビのネゴザは冬になると枯れてしまう。わかったわ、その枯れたヘビのネゴザを探して歩き回ったんだね。金目のことになるとやはり理解が早いな。何か言った？山師は冬になると、枯れたシダを探せ、と冬山を歩いたと言われている。探し方さえわかれば、私だけも銀鉱脈を探せそうね。
霊夢が首だけ生きているのはもしかして、盗もうとして斬死されたからなのでは。だから盗もうとしてないっての。それではご視聴、ありがとうございました。